ユートリムのスタンドペンケースを使って白統一筆箱を作っていきます。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはロフトで購入しましたこちらのユートリムスタンドペンケースハードタイプを使って実用性のある白統一筆箱を作っていきたいと思います。ということで、まずはじめにこちらのペンケースの紹介なんですけども、見た目がですね、非常にシンプルな形になっていまして、こんな感じでペンケース自体を2つのペン立てにすることができます。裏面はですね、こんな感じで書いてありまして、使用上の注意がこんな感じで書いてあるんですけども、特に変わった事項等はないですね。早速中身を見ていきたいと思います。はい、ということで開封した状態はこんな感じですね。少し画面では見づらいんですけども、キャップにユートリムの刻印がされています。それ以外はですね、特に刻印等もないので、非常にシンプルなペンケースですね。ペンケース自体はすべてこんな感じでハードタイプになっているんですけども、キャップの上部がですね、ラバー仕様になっています。ということで、触ると少し柔らかい感じですね。蓋を開けますとこんな感じになっています。少し見づらいかとは思うんですけども、メインの底部分がスポンジのようなクッションになっています。キャップ部分も表がラバー製になっていたんですが、中もですね、ラバー製になっていますので、シャープペンを入れた時にはですね、ペン先が傷まないようになっています。続いて中に入れるラインナップなんですけども、こちらの文房具たちを用意しました。サイズ的に入るか微妙なところなんですけども、まずはラインナップを確認した後収納していきたいと思います。まずはシャープペンで、無印良品の低重視シャープペン 0.5 ですね。返しにつきましては、メーカーは違うんですが、ホワイトを使っているということなので、デルガードの 0.5 を用意しました。少し前の動画でお伝えしたんですけども、無印良品の低重心シャープペンは非常に安価でですね、機能もまとまっていて、かつペン先が固定ガイドラインパイプになっていますので、書き味も抜群にいいですね。クリップも金属製になっていますので、耐久性もそれなりにあるかと思います。続いてボールペンですね。ジェットストリームのスイムコンパクト、ペン先は 0.5 のものを用意しました。それぞれの色のボールペンを用意したかったんですけども、ペンケースのサイズの都合上、どうしても多機能ペンがないと中身を圧迫してしまうので、こちらの多機能ペンを選びました。インクがですね、ジェットストリームインクということなので、書き味は間違いないですね。ただ油性ボールペンのデメリットといたしましては、インクがダマになる可能性がございますので、インクがダマになるのが気になる方っていうのは、手帳用サラサなどを選ばれるとよろしいかと思います。続いて消しゴムなんですけども、トンボのモノスティックですね。ノックでこんな感じで消しゴムを出すことができて、ペン型なので非常にコンパクトになっています。全体的にホワイトカラーが採用された消しゴムを用意したかったんですけども、意外と廃盤になっていてですね、現在手に入るのがこちらでしたので、モノカラーはついているんですが、こちらを収納していきたいと思います。続いて定規なんですけども、こちらは100円ショップセリアで購入した白の定規ですね。デザインもとてもシンプルになっているんですが、横から見るとですね、こちらに突起がございますので、机の上などに置いた際にこんな感じで取ることができます。はい、最後なんですけども、こちらはサンスター文具のスティッキールハサミロングですね。カラーはホワイトのものを選んでみました。使い方は簡単で、キャップを取り外しまして、スライドしてロックを外しますと、こんな感じで使うことができます。ハサミの切れ味なんですけども、こんな感じでサクサク切れますね。3枚重ねた場合なんですけども、問題なくスパスパ切れます。そして戻す際はスライドするだけですね。これでロックすることができました。それでは順番に収納していきたいと思います。はじめにシャープペン、ジェットストリームの多機能ボールペン、スリムコンパクト、モノスティック、スティッキールハサミ、デルガードの返しと、それからセリアの定規。はい、こんな感じでぴったり収納することができました。中身を開けると、こんな感じで返し以外は非常に取り出しやすいですね。よく使うシャープペン、消しゴムなどはこんな感じで分けたりすることもできます。はい、ということで、この動画は以上になります。ユートリムのスタンドペンケースをレビューしてみたんですけども、思ったよりもですね、意外と中身が入りまして、縦の長さもございますので、定規なども簡単にすっぽり収納することができました。こちらのペンケースはホワイトカラーを購入したんですけども、他にも色がございますので、お手持ちの文房具に合わせて選ばれるとよろしいかと思います。それではこの動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。